サラディカーぷ。15分、ま、寝ないでやるつもりが15分寝てしまいました。だからなんか線がついてます。おはようございます。日本時間10時22分かな。メキシコ時間は朝の8時22分です。さっきねもらった T シャツ可愛くないですか。誕生日プレゼントいただきました。ブリブリティタイマドーさん、ありがとうございます。林先生、ありがとうございます。タイマドープレゼンツ TAIMADO ブリブリパチェコ、スペイン語で言うとパチェコ、メキシコ語で言うとパチェコ。ブリブリのことはパチェコって言うんで覚えてください。パチェコ、インゴとして使ってください。パチェコということで、目覚ましのコーヒーいただきます。日本の皆さん、お酒飲んでください。俺も後でちょっと飲みます。俺さっきまで飲んでたんで。あの、僕のツイッターか、あ、チルシムさん、サウディクラップ、ハイです。ナチュラルハイです。なぜなら寝てないからです。まあ15分寝ましたけど、15分ハイです。あのツイッターのかインスタストーリーではアップしたんですが、あとあフェイスブックとか、さっきねちょっとあのイベント、あの遊びに行ってて、日本人のねセレクターが、あのレゲエのセレクターがレゲエかけてて、あ、チルシムさん、ありがとうございます。で、初対面だったんですけど、まあ結果的に後からいろいろ話すとすげえ記憶の友達がいっぱいいたんですけど、林瀬さんっていう方がいて、それでいきなりマイクを持たされまして、ちょっとだけマイク握ってきました。あのメキシコの、No problem. Gracias. そうそんな感じでイベントをやって、その後打ち上げとかでタコ作ったり、結局みんなでしてて、メキシコ人たちと。あ、平野さん、ありがとうございます。厄年、フェリスコンプレンアニオス。厄年って後役じゃない？本役って41年あったっけ？男どっちだっけ？もう後役な気がする。通りは越した気がしますけど、どっちでしたっけ？男の翻訳って41だっけ、42だっけ、40だっけ。なんか俺のイメージだと、もう翻訳をちょうど終えたような気もしなくもないっていう。どっちにしろ俺の生き方は修羅の道です。俺は死ぬまで厄年です。厄年上等、ブリブリ上等、タイマドーやばくない？林先生、マジありがとう。名古屋のレーベル、林先ブランドチェックお願いします。名古屋であのレゲエのレーベルやってるんですよ、林先生さんで。その林先生さんご夫妻時の遊んでたっていうか、マリちゃんっていう日本人の女の子がこっちにいるんですけど、その子がその日本人がなんかレゲエやってやるらしいから行こうって言われて行ったら、いたのが林先生さんと一緒ですよ。でタイにもよく行く人で、それこそゴジャとかでやってたみたいで、ゴジャとか、あとはね、もう名古屋帰っちゃったけど、ムーラ君とか繋がってるみたいで、もちろんユウキ君、あと、テッペイ君、タップスのテッペイ君とかと繋がってるみたいです。あと名古屋もちろんハズさんとか、グラシアス、ネタモナオルデ、あー、レイター、グラシアスということで、ちょっと後で酒飲みますけど、とりあえずオレンジ、いちごオレンジ、乾杯。あー、うまい。だから絶対ここのね、視聴者さんも林先さんとつながってる人がいると思う。そんな気がする。もうキャリア長いっぽくて、連携始めたのが80年代後半
かな、90年代前半かそのぐらいからセレクターとしてやってる人で、で今レーベルもやってて、でちょっと今回3年ぶりにメキシコに来て奥さんと、で明後日帰っちゃうんですけど日本に、名古屋にという出会いがありました昨日。だから本当はちょっと2時間ぐらい寝てからライブやろうかなと思ってたけど、結局寝てません。いや、いいよねこれ、寒いから後で仲良くかも。ちょっと役年気になるな、誰か知ってる人。男の翻訳は40歳か41か42か、ちょっと手話の人は教えてください。俺の認識だと41が翻訳で、もう42は峠越えた気がするんだけど、違ったっけ。42が本物だっけ、本当の役年だっけ。あとはなんか数え方いろいろあるんだっけ、よくわかんないんだよね。平野さんじゃねえや、あの林先さんとはね結構すごい仲良くなったんで、またお、メキシコ行こうって盛り上がったよ、だって志保ありがとう。見てるか分かんないけど、あ懐かしいな。ケンセイさん、DJ ケンセイさん、メキシコ行こうだって。ケンセイさん連絡来ました、メキシコ会議してたみたい。 DJ ケンセイ、ケンセイさん、俺ね誰も知らないと思うけど、世に発表してないから、ケンセイさんのビートでラップ乗っけたことあるんですよ。 DJ ケンセイですよ、ジャパニーズヒップホップのレジェンド DJ。 一回ヒップホップから遠ざかったけど、日本のヒップホップの生きる伝説 DJ、 DJ ケンセイのビートでラップしたことがあるんですけど、未発表です。なぜなら俺の曲っていうかスキップさんの曲だった、スキップさんとアーク君の曲、スキップさんかなだったんですけど、まだ出てませんよ。にはそのうちもし出ることがあったら聞いてください。ということでチョンケヨ、ケンセさん次は僕名義でやりたいです、メキシコ来られた際はよろしくお願いします。その時はねタイだからタイの曲だったんですけどね。あ、スキップさんとアーク君じゃないわ、2代目ジンライムさんとやったんだ、走馬灯の。ジンライムさんに2代目がいるの知ってました。スキップさん、あの曲出しましょうよ、ように。いい曲できたじゃないですか。これもったいないですよ、出さないと。うまっ。てかね、よく考えたら電源が中にしかないんで、後でちょっと店の中行きましょう。まず寝てないんで、誕生日まで寝てしまうかもしれません。
てか日本の時間の誕生日だから、今言ってる話は。もちろん日本の方が時間、メキシコより時間は早いんで、14時間。だからこの誕生日ライブが終わったら14時間後にメキシコの友達とちょろっとご飯食べます。でもその間にさすがに仮眠を取ります。ビリアル、Yo、それこそ本当のブリブリはビリアル。だけど俺に言い聞かす。俺は別にそんなタイマー毎日吸ってるけど、そんな別にその昼間から吸ってるわけじゃない。だけどやっぱりこっちはパチコの本場。だからいただいたタイマードーティー。Yeah。これ来たら調子いい。ブリブリティー。ビッグアップトゥタイマードー。今日も最下層から大脱走。スルスルアビ脱走。見つけようグッドドリーム。どこまでも続く迷路。迷路を閉じないでいこう。Like baby rip。R.I.P.昨日までの41歳までの俺は死んだ。これからどう生きりゃいいんだ。そんなこと考えても意味ないんだ。フローティン、イエー。そんな感じでフローし続ける。ライム蹴る。まだわかんない、翻訳は何歳か。でもそんなこと言ったってみんな死んじまう。何枚だ。いや、太陽眩しい。サンバイザー必要かもしれない。今日もいい天気。俺は全然恣意的なことはあんまり言わない。そう、たまにはするメタファーだけど、メメタジョジョの効果音みたいな感じで、ストレンジな冒険続ける。もうすぐでライムしないと冒険になるかもしれないから、頭の体操、yeah。 そんな感じで埋蔵されるまでグアダルーペ玉のようにルンペンになるかもしれない明日。そんな感じでもフェイクアースじゃなくてリアルアース目指して声高めでお願いします。イエー、カナさん、ナカさん、なかなか、イエー、振りが強めかもしんないけど、ビリアル、イエー、パチャコ、よそい、よ、パチャコ、アオラ、イエー、たまにはスパニッシュ、エスパニョール、イエー、もうすぐ秒数、測ってたら、あっという間に42歳、イエー、ウィス、イースサイ、ウェスサイ、From LA の Be Real さんみたいにリアルニアル、まるでソーマトー、イエー、ソーマトーが俺の教科書って言ってたプラズーマ、イエー。そんな感じでメキシコシティをフラフラ、今日も一歩にお散歩、イエー、お散歩しながら YouTube ライブ、イエー、フリフリ、イエー。そんなフリフリなことはしてない、今日はパチェコじゃない、あん全然吸ってない。イチゴが落ちた、この白いところ。そんな感じでほころぶ、この硬いところはいらないから落ちてよかった。あ、いいね、このね、寝ないのが一番テンションが上がるかもしれない。ハイになりたい人はコカインよりも寝不足がいいと思う。充電しよう。携帯充電します。うわ、忘れたかも、充電器。あったわ。
これさ、座ってたらさ、寝ちゃうかもしれないから、さっき散歩って言ったけど、マジでガチで散歩しようかな。散歩ールかけたみたいに目覚まそう。どうですか、何かのパクリバッテリー、何のパクリかは分かりません。そもそもね、まあこれの話もしますけど、流れでこれね、どこで買ったかというと、メキシコシティで買ったんですけど、 お店の名前がここに書いてあるんですよ。ミニソー、ミニソーっていう店がね、まあ、メキシコとかフィリピンにもあるらしい。まあなんかちょいちょい海外にあるんですけど、すごい日本の語とか書いてあって、日本人っぽい店なんです。日本人がやってるような、まあなんかそのユニクロみたいなロゴと、まあ中身はダイソーっぽいんだけど、売ってるものをね、ちょっと外観がユニクロっぽい感じで、とにかく日本っぽい外観と日本っぽい店作りをしてるんですけど、それは中国人の社長が、まあ、日本っぽさを目指して、だからミニソーって書いてある、瞑想ミニソーって書いてあるんですけど、それ結構売れてて、世界中で展開してるのかな。まあ、メキシコにいっぱい空港にまずあるんですよ。メキシコに空港に着くとまずミニソーがあるんですよ。でまんまと世界中のメキシコ人とか世界中の人たちは日本のブランドだと、日本のお店だと思って、みんなそこに行って買い物するんですけど、中国人です。だから売ってるものもこういう感じです。何かっぽいでしょ、何かっぽい。あ、グラス。トゥエルモッサ。あ、ミニソー。でもね、ちゃんと物はしっかりしてるっぽい。今のところちゃんと充電できてます。メキシコにお越しの際はミニソーへ。2時間前からやるって結構、俺さ、そもそもしゃべんの苦手なんだよね。それを言ったら何も始まらないんですけど、あ、でももうあと1時間20分か。頑張ります。42歳に向けて、なんかね、喋るの苦手なんで、なんかテーマ振ってください。コメント入ったかな。 SHO みたい何がさっきのラップが。ありがとうございます。あー、来てましたね。今後の抱負を聞かせてください。42歳の抱負は、まずこの前新曲できたんですよ。ベサメアオラミスモっていう、ベサメアオラミスモっていうタイトルなんですけど、ベサメはキスしてって言うんです。アオラミスモはアオラって今って意味です。今で、ミスモは英語で言う same、 同じって意味なんですけど、でアオラとミスモはくっついて一つの言葉になってます。今すぐって意味です。アオラミスモ、今すぐキスして自分でタイトル言っちゃって笑ってますけど、まあそういう曲を、この前作って、3週間ぐらいに8月の中旬に、Apple Music、Spotify などで、配信スタートしようかなと思います。ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。じゃあそれをね、まあ今月来月はプロモーションしようかなと思うので、来月はね、あそこに、
アグアスカリエン、アグアカリエンテスっていう州かな、町かな、町かな、あるんですよ。メキシコシティ、ここメキシコシティからバスで7時間ぐらい、グアナファトの先です。グアナファトまでが4時間ちょいだったんで、さらにもうちょい先、アグアカリエンテス。アグアってのはもちろん皆さんご存知、ウォーター、水、カリエンテスも知ってるよね、暑いです。だから直訳するとハッワール。え、アメリカの発音で言うとハッワール、アメリカの発音で言うとハッワール、イギリスの英語で言うとハットウォーター、ハットウォーター、ハットウォーター。アグアカリエンテスっていう町があるんですね、アグアスカリエンテス。そこの、ラジオステーションにプロモーション行ってきます。2泊3日ラジオに出るツアー行ってきます。 YouTube でその辺をねお伝えしようかなと思ってます、サブカメラで。メキシコのローカルラジオに出るって面白くない？日本人が新曲出ましたみたいな。そうだから、そんな感じでメキシコ人にプロモーションしつつ、メキシコの、あれ、なんかコネある人、新曲プロモーションしたいんで、なんかヒントください、コネクションください、よろしくお願いします。んで、まあとりあえずその2ヶ月しか予定はないです。でも豊富の考えよう、豊富だからね、予定よじゃなくて豊富だもんね。豊富はね、そうだな、難しいな。抱負はね、そうだな、まあちょっとまあこれを皮切りに、ちょっと海外の人たちにもうちょい積極的に、その音楽だけじゃなくてビジネス的にアプローチをしていけたらいいかなと。もちろんやっぱり日本人なんで、日本市場は日本としては外せないませんけども、やっぱそれ以外のところにも何かいろいろ現実的に顧客を増やしていけたらなと。まあそのビジネス面でもそうですけど、生活とか、今は実際ずっと海外にいるんですけど、でもやっぱり今スタートしてるアパレルは日本で、あ、韓国で作って日本で売るっていうのをスタートしようと思ってますけど、それ以外でもなんか日本人以外のなんかお客さんができるような仕事をしていきたいですね。そんな感じです。すいません、ぼんやりで、だからまあそうですね、あとはそうだな、とりあえずお金をちょっと稼がないといけないなって感じですね。お金を稼ぐ、42歳の僕、お金を稼ぐです。で、俺ね、自分なんかそのタイでまあまあ稼いでた時があるんですけど、結構なんだろうな、お金もちろん自分のためにも使うのがメインだったんですけど、結構ね、人にのためじゃないけどの使うのも俺嫌いじゃないんですよ。だからあんまり貯金できなかったんですけど、何が言いたいかっていうと、まあ世の中の中誰か、その世の中って言ったら大げさですけど、まあ友達とか先輩とかお世話になった人から順番に稼いだお金を還元していきたいですね。だからまずお金を稼がなきゃいけないなと思いますね。
こんな感じなので、チアを皆さんお貸しください。42歳。あ、翻訳か後訳か分かんないけど、まだ分かんないですか、誰も。翻訳か後訳か。こんな感じです。あ、フェアリースノーさん、ありがとうございます。オープンマーカー。声高めでね。あ、モトさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お元気ですか？メキシコ来れないですかね、なかなか。結構ね、今年の、年末までにメキシコガチで来そうな人がちょっと増えてきました。最近ね、タイがまたタイマー完全解禁と国が入られたので、一気にみんなまたタイに行ってるじゃないですか。だけどメキシコも皆さんちょっと忘れずにいろいろご案内します。あと8月中旬ラジオツアー行く、誰か一緒に行きません？8月中旬メキシコにいる人ご連絡ください。トービエン、グラシアス。それは面白いと思う。あ、言うの忘れてた。そのイベントね、フロストが加えます。フロスト超スーパー大御所地下のラッパーフロスト、もちろん90年代ヒップホップ聴いてる人はみんな知ってると思いますよね。先駆者ですよね、地下のラップの、と会えます。僕そのプロモーションのアグアカレンテスで。よくないですか、面白くないですか。一緒に行きましょう、誰か。バスでメキシコシティから。あ、もちろんメキシコシティからじゃなくてもいいです。住んでる人で8月の13、14、15休みが取れるって人はアグアスカリエンテスに集合しましょう。フロストのライブを見て、フロストにインタビューして、その上その中その次の日ラジオステーション行って、僕のラジオ出演を見届けるツアー、どうですか？てかフロストってあのフロストじゃなかったら笑うよね。まだ生きてますよね、フロストさん。ちょっとググってみよう。フロストってでっかく書いてあったから、しかも紹介してくれるって言われたから、このラジオの人から。あのフロストだと思うんですけど、フロストラッパー。1962年生まれってことは俺の18個上ってことは60歳か。今年まだ生きてますね。じゃああの人だ。LA 出身。彼はレコードプロデューサースクープデビルの父です。フロストおじさん。ラテンヒップホップ、LA 育ちだって。そこまでは知ってます。あ、アイスティーのライバルだったんだ当時は。バージンレコード80年代後半、そうそう、じゃあこの人は合ってますね。
この人がメキシコでのアグア、なぜかアグアカリエンテスでライブするんですよ。8月14日。それを見るだけでも面白くないですか。そしてインタビューできるみたいなんで。ただまだ活動してたって、まだ活動してたっていうのがすごいですよね。2016年、ガンだって、ガンと診断されただって。でもそこから終わってるな、ウィキペディアが。だからまあ、スーパー OG ですよ、スーパー OG。超楽しみになってきた。行きましょう、誰か。フロストのライブを見て、フロストとお話をするツアー、いつでもご連絡ください。あれ、フロストって韓国人ラッパーもいる、もしかして。でもその人じゃなかった。いた、日本人ラッパーやん。大阪にフロストっているね。やっぱさ、短めの名前つけるとみんな被るよね。大阪にもいますね、フロストさん。彼はまだ多分若いから LA のフロストを知らない可能性がありますね。丸西さん、ありがとうございます。あ、酒飲みましょう。アツシさん、ロマンチックでしょう。マジでいい歌なんで。フィーチャリングでメキシコ人の女の子と、メキシコ人の女の子がサビを歌ってます。で、もう一人 LA 在住の日本人ラッパーもフィーチャリングに参加してます。だから3人で歌ってます。あ、ジャカワン、ジャカワン元気？はい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 。How are you? I'm alright. I'm alright. Happy birthday. Top mark up. Chong cake up. なんれよな。サバディマイ。トニー these days Thailand economic is getting better and better, right? Economic っていうさ、もうエコノミックっていうさ、タイ語がもう出てこなくなっちゃって。I just forgot. How you say economy in Pasa Thai? ホームルームレオナコトナジャックさん、あースヤジャイプロワーソンピーレオジャイマイガピープンロコマティニーソンピーソンピーレオナエコノミーってなんて言うんだっけ。マジでやばい、結構タイ語まだ覚えてたんだけど、ついに忘れ始めた。No problem. In Mexico, サバイマ、サ、ティニア、サバイどうやな。ジンジンが、con México it's con México same
コーン隊サバイサバイジャム似てんすよ、パーソナリティが。Actually, the scenery too. Scenery is many points similar to Thai scenery, like street food and streets, people.いや、だからそのトライバル people like nativo native Mexicano Mexicans look like Asians, you know, but after Spain occupied many Spanish mix people mostly they are white, like because they are mixed with European, mostly Spanish, but originally hereThey are tribal people, like native people, like native Indians in the States. They also like Asians, right? You know that. So our gene, our DNA is kind of similar, I think. Good place. Yeah, it's okay. But economy is not so good here. I mean, all Latin company, country. Thailand. They say, Spanish people say Thailandia to Thailand. Thailandia. だから、economic in Thailandia is much better than here. Of course, you know that. ね。元さん、朝ですか？朝です。朝9時。あと1時間。あと1時間僕が死ななければ42歳になります。あれそうだよね。今11時だよね、日本。Economy is not so good. まあ分かってはいたけど、実際ね、来ると。いや、半端じゃないよ。半端じゃない。やっぱり、メキシコより下。まあ、ラテンの国ってメキシコが一番上なん。メキシコって北米だから。メキシコのメキシコシティがそのメキシコ以下の国、ガテマラとか、なんだっけ、あれ、ベネズエラとかコロンビアとか、なんかいっぱいあるじゃん、パラグアイ、チェレ、ブラジル、その辺ね、でもラテンって言うんだけど、その辺の中で一番ここがメキシコシティが一番まだ潤ってるとは言われてるんだけども、ほとんどの人が前もこのライブで言ったけど、一般人ね、ほとんどの人がパナマね、そうそう、ほとんどの人が携帯の料金を払えずに Wi-Fi のある場所でしかネット使えません。 90% の人が、それが現状です。ラテンの国のすごくない？信じられるか、アジアの人たち。それがラテンですよ、現実。それはね、ここ来ないと分かんないね。What points competitive as Thailand?
すげえ俺サモニだねこれ。今あそうでもないか。えタイランドと比べて喉が痛くなってきた。タイ人やす、まあなんかタイ人ってすげえ優しいんですよ。それそういうとこ似てるメキシコ人と。だけどやっぱりやっぱタイはどうだろうな、ちょっとコロナになってからまあちょっとロックダウンが激しかったから大変だったタイ人も多いと思うけど、でも何年かに言ってこっちのラテンと比べると全然マジで本当に殺し合い、野垂れ死に、半端、あともうジャンキー、スーパージャンキーめちゃめちゃ多いんですよこっち。だからちょっとレベルが違うって感じですね。その犯罪率とかお金がない人たちの数の多さ。言うてもアジアはやっぱり平和で、しかも経済も暑さになって実感してます。多分経済が回ってたからこそロックダウンも激しかったんだと思う。ラテンの国はさ、そもそも犯罪率が半端じゃないのに、なのにだから犯罪率が半端じゃない、危ないから夜やってないんですよお店をね。でも夜やってないことによって夜は経済がストップしちゃうじゃないですか、夜12時以降で。そう考えるとまあ負の悪循環というか、アジアは夜中も動いてるじゃないですか。日本だったらコンビニやってるでしょ、吉野家やってるでしょ、松屋やってるでしょ、タイだとスタバだったらそこにもとか24時間やってるかな。あとはねシャカリキも朝5時までやってるでしょ、クラブも結構多くやってるでしょ。だから回ってるんですよ、言うてもアジアは夜中でも経済が。今23時ですよ、もうすぐ42。わーいわーいわーい、俺が42まで生きてるなんて想像もしなかったんで、奇跡です。もうすぐ奇跡が起こります。気づけばブルース・リーよりも10年も長く生きてしまう。カリブの国ってラテンなんですか。そうですよ、カリブはラテンです。なんか団体が来るっぽい、今から団体様。ヨシロックさんありがとうございます。オープンカーありがとうございます。9時からが長いね。あ、クイアミシーリプライありがとう。ハッピーバースデー来ました、クーヤー MC から。悠々白書大好き、クーヤー MC。ハッピーバース。この有名なシーンね。比叡の。
どこまでも誘惑しすぎだな。ちょっとパーカー、フーディー行きます。寒いんで、ちょっと寒すぎる、寒すぎるスキル。タイマドーさん、ありがとうございます。タイマドーの T シャツいただきました、昨日早瀬さんからタイマドーの T シャツめっちゃかっこいいんで、皆さんチェックよろしくお願いします。ニートメヒコはこれも僕用に作ったあのニート東京さんのサンプリングなんで販売はしておりません。本当に仲いい友達だけにプレゼントでたまに何着かあげましたけど、お金取ってませんからね、あのニート東京さん心配しないでください。これはもうプレミア商品ってかただのサンプリング商品なんで。俺が売ってるのは海外移住、これは売ってます。海外中 T シャツ、海外中キャップ、海外中フーディー、あとはね、最近作った JAP もあるんで、よかったらチェックお願いします。Do you plan to go back to Thailand or Japan? いや、なんかちょっと一時帰国ぐらいはしますよ。ただ住むことはない、日本に住むってことはあんまり考えてないですね。タイもとりあえず、まあ、旅行っていうかコロナ後のタイをちょっと見に行こうかなとは思ってますけど、はい、台湾も行くよ、台湾なんだっけ、高尾だっけ、チェックしないとね。台北高尾もチェックしに行きます。そろそろ国も開いてくるんで、いろいろ行きますよ、視察しに。あとそうだな、あとせっかくメキシコにいるから、まあもうちょいラテンの国をね見てもらいたいというのはありますけど、まあそれはまあ YouTube とか旅っていうか社会勉強って感じでやりますね。社会科見学やっぱね、その一個違う新しい国を知るとより日本のことも知れるし自分のことも知れるし、でも外を知ると内を知れるんで、自分の人生のすごい糧になるんですよ。その別に住まなくても1週間ぐらいいるだけで。そうだから日本とか日本のこととか自分のことが好きな人ほど、そこ以外を見た方がいいと思います。そうするとより日本を知れるし、より自分を知れます。だから、そう、だから、なんだろうな、いろんな海外の人と話すだけでやっぱ物事って比べることによって分かるんですよ。高いその低いで
言い方は良くないかもしれないけど、あの高いとこからは下は見れるけど、見れるけど下から上も見えなくないけど、やっぱり外からじゃないと気づかないことって多いんで、だからそのなんだろうな、その例えばね、音楽の話で言うと、俺自分が歌ったりするよりも、あの人のその人の評価をする方が僕得意なんですよ。評価っていうか、あの耳のがいいんですよ。耳は僕いいんで、でも音痴な人って分かんないじゃないですか。だから俺がそこちょっとずれたよとかでも分かんない、その感覚がない人には分かんないことがあるように、何の世界でも光もだから色とかも、例えば多分人によって見え方違うと思うんですよ。だから緑でも50個緑が見える人もいれば、10個の緑しか見えない人も多分いるはずなんですよ。だからあの10個の緑しか見えない、あの50個見える、50種類の緑が区別できる人が10種類しか区別できない人に、その50個の差を言っても分かんないじゃないですか。そういう現象って絶対ところにもあって、例えば会話一つにしてもそうで、知らない世界を知ってる人が知らない、あのその世界を知らないことの話をしても話が合わないしじゃないですか、通じないじゃないですか。そういうことってあって、だからその何が言いたいかというと、あの常に謙虚な気持ちでね、学び続けましょうっていうことです。そうすると、なんだろうな、やっぱりあると思うんですよね、そういう本当に高い低いで言うとちょっと変な安い言い方ですけど、そのレベルに合った人が集まるって言うじゃないですか。だから下のレベルは下のレベルの人としか噛み合わなかったり、そういう世界から抜け出せられなかったりすると思うんで、だから一個ずつ、僕もね、すごいバカだから、すごい発達障害ってすごいんですよ。物を覚えるのがめっちゃ遅いんですよ。でもだから言葉とかもそうで遅いんだけど、やっぱり諦めないと越せますよね。だから格闘家とかって子供の頃体が弱い人が多いんですよ。人より強くなりたいって気持ちがあって、ずっと鍛え続けていると、もともと体力がある人はやっぱりそこに溺れちゃってるっていうか、もともと強い人はあんま鍛えないじゃないですか。だからもともと弱かった人に抜かされる日が来るっていうか、だから人の、俺もやっぱり人よりバカな分、人より時間かけていろんなこと学ばないと一生追いつけないんで、っていう気持ちを、まあそれは別に普通の人でも何でも誰にでも言うことなんですけど、何の話をしてましたっけ。そうだから、高次元の人は低次元のことを見えるけど、低次元の人は高次元の世界を知らないんですよ。だから話が合わないっていうか、話ができないんですよ、そこの世界を知らないから。で、俺がこうとか低いとか言ってるわけじゃないですよ。でもそのきっかけとなる、上に一歩上に行くきっかけになることは何かというと、そうなりたいっていう気持ちと、やっぱり失敗し続けても諦めない人が一歩上のとこに行けると思うんですよね、どの世界でも。幽遊白書実写するんだ。桑原誰がやるんだろう。桑原誰がやるんだろうな。
船原のキャスティングが気になるわ。ユウスケはね、まあ、大体予想つくじゃないですか。ジャニーズ系でしょ、ユウスケは。桑原です、問題は。桑原が一番有楽所でキーパーソンなんで、そこ誰がいるかですよね。岸谷五郎が若ければね、岸谷五郎でよかったと思うんですけど、もうおじいちゃんなんで、ああいうでかくていかつい、でかくて大雑把でワイルドでだけどめちゃめちゃ優しいみたいな、そういう役者はいないですかね。そういう感じの役者。で肌がちょっとクレーター気味みたいな。岸谷五郎じゃない？若かったら違う？あとユウスケのお母さんも重要だね。工藤静香が若かったらよかったんだけどね。あーさんありがとうございます。120円、オブガップ。あ、おっとりさんどうも、バーディーカップ乾杯、いつもありがとうございます。あ、マリちゃん元気？これ全然やってないわ、あれ、クラブハウス。やってますか、マリちゃん。早く結婚しようよ。あの、この俺、このマリちゃんってこと結婚するんです。よろしくお願いします、皆さん。実写2023年なんだ。来年だ。桑原のキャストが分かったら教えてください。Netflix、オットリー。あ、これ酒飲もう。あと自分でケーキ買おうかな。あと10分経ったらケーキをお渡します。その前に酒を頼もうかな。帰んのかな、メキシコの法律で朝9時20分に。僕は果たしてビールをオーダーしてちゃんと、ウノセルベサポルファボ、ウナか、ウノ、ウナ。名刺によって男性名刺と女性名刺がめんどくさい。ビールはウナだったかな。すごいなんか裕福そうなカップルが隣に座ってます。多分家族で、今日日曜日だから、日曜日の朝だから、みんな家族でこれから朝ごはん、昼か朝か、朝ごはんするっぽいですね。今子供たち、あの兄弟かな、2人今来ましたけど、隣のテーブルが今ね、連結して10人席、11、12、13、14、15、16、17、18、8人席になってます。もうすぐお母さんとお父さん来るっぽい。よろしくお願いします。桑原ありがとうございます。人って重要ですよね。もうキャストで見たいか見たくないか決まりません、大げさなこと言うと。でもそれあると思うんだよね。メキシコとアメリカの往復はお金かかるんですか？
いくらぐらいだろう、そんなかかんないですよ、やっぱ近い、隣なんで、隣なんで、メキシコ、いくらぐらいだろう、いや、アエロメヒコで、2万ぐらいじゃないですか、3万、2、3万多分、知らんけど、ちょっと分かんないです。そんな高くないと思います。隣なんで。日本と韓国行くような感覚だと思います。あ、そうなんだ。ユウスケとクラマはもう発表されてるんだ。ユウスケとクラマは誰か教えてください。多分その2つは絶対ジャニーズ系な気がするんですよね。ジャニーズ系か分かんないけどイケメンでしょ、特にクラマじゃないと成り立たないもんね。ワンチャン女性の女性かもしれないね。女性がまあ男性クラマ男性としてやるってパターンも、特に今トランスジェンダー志向だから世の中がそういうキャスティングがあるんだ、あで来そうな気もしますね、ワンちゃん。てか俺最近の俳優とか知らないから名前言われても分かんないと思うんですけど、北村匠海って誰、クラマ、もう2人とも全く分かんないからな。でもね、そういえばメキシコめ、さっきもねパーティーでメキシコ人とずっと延々とアニメの話してたんですけど、結構日本人よりアニメ詳しいんでメキシコ人めっちゃ多いんですよ。ただ悠々白書の話は一回も出たことないメキシコで、一回もないね。なんだろうあれ、難しすぎるのかな、それともなんかあれしなかっただけかな、バイヤーがこっちで配給しなかっただけかな。あれってね、結局誰が広めるか、誰がどう広めるかですよね。誰が買い付けるか、権利を。あとどうやって、あと翻訳も重要だけど、何にしろ日本のアニメは基本的に特にね、一般の人が知ってるレベルのアニメとかは世界中どこ行っても多分通用する面白さだと思うんで、今からでも遅くない。絶対悠々白書をねスペイン語にすれば爆発すると思うんだよな。大阪の大魔堂、わかんない。俺このいただいたんですよ昨夜、大魔堂さんと林仙さん、めっちゃ可愛くない？日本帰ったら、あの大魔堂さんと林瀬さんにはお返しをしようと思います。大魔堂って T シャツ可愛いですね。大阪と日本で、あ、大阪と東京 で違うんですか、なんかなんかね、大魔堂のこの前社長が亡くなっちゃったじゃないですか、その新しい社長からのプレゼントみたいです。ご挨拶に伺います。誘惑は世界で絶対受けるよね、絶対受けるんだよマジで。だってベルセルクが好きな人多いんですよメキシコ、
そのこの世とあの世の行ったり来たりの世界観はちょっと通ずるものがあると思うんですよ。まあ少年誌だから、あの少年ジャンプだったからグロさはまあ低いから余計なおさら広まりやすいんじゃないかな。あーしーしーしー、これトライゴ、あーコロナ、No tengo corona. Mire, tengo de modelo, no tengo. Esta no. Esta sí. Bohemia. ¿Una bohemia? Sí, ¿tienes cóctel? ¿Eh? ¿Cóctel? Cóctel. Sí, gin tonic. Ahorita no tengo de bar. Ah, ok, ok. No. Ya, Hasta después del mediodía. Ah, ok, ok. ¿Una bohemia? ¿Clara sí. o oscura? ¿Clara o oscura? ¿Clara o oscura? ¿Brown? Blanco. Bueno, ahí está. Gracias. ¿Sí? このメキシコシティに行く予定なんですけど、ここだけは行っとけ。いやーちょっと人によって違うじゃないですか、趣味思考、ちょっと人となりが分かんないと何とも言えないですけど、メキシコシティの都内の話ですか。だからメキシコに何回来たことがあるのかとか、そういう情報をちょっとくだされば、もうちょい情報をくだされば、同世代ね、あとはその何が好きか、自然派なのか都会派なのか、海派なのか山派なのか、あとは大麻派なのか都会派なのか、などそういったちょっとヒントをいただければ。初めてで都内都会派どっちも OK すごいちゃんと答えてくれるんだと都会派だったら、だったらまず僕の YouTube の何個か前にディスペンサリーショップを紹介してるんで、もうタイミングがあれば僕ご案内します。一度 DM ください。都会派でしょ、都会派。でもね、そもそも論、メキシコってやっぱり大自然なんですよ。 それ元もこれ言っちゃうと元も子もないんですけど、だからスピリチュアル系とか自然派、自然な大自然、自然でその山の中でキノコ食ったりとかのが好きな人はいいと思います。アヤワスカやったりとか。で都会派ならば限られてきますよ。これお金を求めるなら正直アジアなんですよね。この前ね、あれですよ、フォーシーズンズのバー行ってきましたけど、いいバーでした。フォーシーズンズホテルの中の1階、苦手で女好き、若干僕と通ずるところがありますね。自然苦手なんだ。メキシコ大自然なんですけど、そうさな、
好きって言われたらタイ行けばってなっちゃうんですけどね。でもラッ、あ、あと予算とかね、予算、あのカンクンであのラテン美女とクルージングツアーってのありますけど、それ一人まあ20万ぐらいするんですけど、予算があれば僕がセッティングしますけど。会計数万円のバーです。ああ、そうそうそう。まあでも、もっと抑えようと思えばできますよ。ただ俺がちょっと飲んでた酒が高かっただけで、もっと安い酒も あるはあったんで、大丈夫です。ただ、普通のバーよりは高いです。ただ、なんだろうな、バー店も、内装も、お酒の種類もしっかり、してたんで、しっかりしたバーに行きたい人はいいと思います。コロンビアなんだ。あ、でも3時半になった。3時半じゃない、あ、なったわ。ちょっとケーキ頼もうかな。ビールが来たらケーキを頼む。コロンビアね、あの女性の話で言うと 100% これは言える。美女の数はコロンビアの断然多いです。割合、ね、割合、もちろんメキシコにもいますよ。ただラテンの国で一番美女率が低いのがメキシコです、残念ながら。で、あ、キャバクラありますよ。ラテンキャバクラ行きますか、一緒に。でもただそこで働いてる子たちはコロンビア人です。コロンビア人かアルゼンチン人とかベネズエラ人。メキシコ人キャバクラもあるけど、そもそもメキシコ人がさっきも言った通り、そのなんだろう、いわゆる一般あれで言う、感覚で言うとちょっと美女率が低いんで、だから出稼ぎに来てる、結局すごいスタイルが良かったり綺麗だったりっていうのはアルゼンチン人、コロンビア人、ベネズエラ人なんですね。キューバ人だから、この、まあ、女性目的であればもうサクッとコロンビア行っちゃうのがいいかもしれないですね。メキシコ市だったらまあ軽く飯でも食いましょう。グラシアス。じゃあすいません、乾杯しましょう。あと24分で42歳になります。自分に乾杯、42に乾杯、厄年に乾杯、チョンケーヨ、フェリスコンプレアニョ。うまい。ボヘミア。あ、ディスクリッパー。あー、あ、excuse me, do you speak English? I order cake, チコ。ストロベリーケーク。プレッサー。Yeah, can you? Please?Pastel. Chico, chico. Traigo uno. Ahorita se lo traigo. Gracias. Gracias. ちょっとちっちゃいイチゴケーキを食べました。For my birthday. マリちゃん、ありがとう。あと2、
あと20分後だよ。まだ20分で帰らないでね。あと20分いてね。バイバイ。飲んでますか皆さん。乾杯。チョンケヨ。お、来た。河合健太郎来た。名古屋ですか。いいね。昨日名古屋の人と遊んでたんですよ。ケンさん。ありがとうございます健太郎さん。元気ですか。昨日ね名古屋の人とご夫妻と。その人ね、名古屋でレゲエのレコードを自分で作って レコード売ってるんですよ。で、あのその人自身もあのレゲエのセレクターとして、セレクターって DJ って意味なんですけど、やってるんですよ。で、場所聞いておきますんで、よかったら今度はちょっとフラッと遊び行ってみてください。メキシコ来てくださいよ。まあタイが好きな人、タイばっか行くからね。もうラテンを知ることによりアジアを知るんだよ。あ、高橋さん、ありがとうございます。まあ、誕生日おめでとうございます。また一緒に飲もう。お願いします。お願いします。チョンケヨ。パパイ、ありがとうございます。この店さ、あれあるかな、ろうそく、キャンドル。そんなさ、アジアみたいにさ、きめ細かいサービスないから、ラテンは多分ないんだろうな。誕生日なんでろうそくさしてって言ってもあったらいいけど、多分ないと思う。一応聞いてみよう。あと20分。そうだな。お、うわ、水が垂れてきた。鳥の糞じゃないよね。水だよね。よかった、水だ。これうまいっすよ、ボヘミア。ボヘミアってどういう意味か知ってますか。自由人です。フリーマン、歌ってる場合じゃないけど、フリーマン、諦めてる場合じゃないよ。自由に乾杯。デルさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ジョージアガイドストーンの話。ああ、あれね、僕がアメリカのジョージア州にあるジョージアガイドストーンが破壊されたっていうニュースなんですけど、あ、多分まだ何なんですかね、分かってるはずなのに、あんまり犯人についての情報が一般に出回ってないですね。要はだからその反対派ですよ、反対派。だからそのジョージアガイドストーンを作った側の反対側の人がによる犯行だと思うんですけど、やっぱりその人間って3人いれば仲間割れするじゃないですか。2人でもするけど、
でどんなに強い組織でも仲間割れして内部崩壊する可能性がある、まあ、強ければ強いほどもうそうなのかもしれない、もしかしたら。だからね、そう、なんか何だろう、もともと身内だったのかもしれないし、わかんない。自民党だってね、いろいろ派閥があるから、だからね、諦めなければね、マイノリティは勝てる日が来るんですよ。俺みたいな孤独で一人で誕生日を迎える日本時間のねような人でも、諦めなければ誕生日会に2000人集まるような人に勝てる日が来るかもしれない。皆さん諦めずに戦いましょう。何を勝つか負けるの基準が分かんないですけど、乾杯。そもそも俺あんまりそのあんまり、まあ、友達は多いんですけど、あんまり普段つるむの好きじゃないんで、今夜はね、メキシコ時間はこじんまり食事会をします。ちっちゃい。でも日本の時間、日本人なんでね、一応日本の時間でも誕生日を迎えたいと思いまして、この度こういったことをやっております。あと15分、ケーキが遅い、やばい、ま、ラテンだから間に合わないかもしれない。1時間前にオーダーするべきだった。皆さん、ラテンの人のたちののんびりさをなめちゃいけませんよ。想像絶しますからね。想像絶しますよ。だってタイですら想像絶したのに、それのはるかバージョンアップ版ですよ。ゆるさは。はるかです、はるか。だからタイで10年住んで、ある程度、そういう人たちに対しての体制がついてなかったら、俺も、頭おかしくなってますよ、この国で。タイに10年いたから、今その経験があるからやっと来れてますけど、ラテンでなんかちょっとしたことでピリピリする人はね、無理、 100% 無理、この国 100% 無理。まずタイで試してみてください。タイ人も最近結構しっかりしてるから、日本人より全然しっかりしてますよ、タイ人のが。最近は全然仕事と言っちゃできますよ。いや、もちろん全員じゃないですけど、タイにずっといる人は多分麻痺ちょっとずつ変わってるから、タイ人も気づいてないかもしれないけど、だいぶ超進化しました。進化って失礼ですけど、めっちゃ仕事できますからね、今のタイ人。ラテンはね、全く変わってないっぽい、ずっと。まあ、それでいいんですよ。まあ、だからこそちょっとお金のない人が多かったりとかもするのかもしれないけど、だからそれで、彼らは別にそれでいいと思ってるんじゃないですか。もしくは分かんないな。ケーキやばい、来ない、やばい。さすがにあと13分以内には来るでしょう。13分以内には来るでしょう。ラテンってどこの国ものんきなんですか。そうです、だと思います。そんな、そうだと思います。それが良さです、ラテンの。ただ俺が想像を絶するぐらいびっくりしてるメキシコは
ラテンの中ではもしかしたらしっかりしてる方なのかもしれない。一番経済もね、いいって言うし。だからそういう意味でもラテンを知るっていうのはやっぱりすごいね、経験としてすごいいいですよ。この人たちと触れる、触れ合う、自分の中の世界がね、もうすごい広がります。うわみたいな、こういう人たちがいる世界っていうのは成立してる、世界では成立してるんだっていう、成立しないのかもしれないけど、まあ一応そういう現実、こういう世界があるし、めちゃめちゃラテンって人口多いんで、アメリカ人なんか少ないですよ、ラテン全部に比べたら3倍ぐらいあるんじゃないですか、アメリカより下は。アメリカの人口がだから圧倒的に3倍はないかな、 2.5 倍ぐらいか分かんないけど、アメリカ大陸で英語を話す人よりもスペイン語を話す人が圧倒的に多いんですよ。ケーキが来ねえな、やばい、あと11分。Do you think cake is coming? I think yes, probably yes. I need a cake until 10 a.m. because my birthday is in 10 minutes. probably yes. In Japan time. Buenos días. Buenos días. Buenos días.やべ、ケーキが来ないかもしんないぞ、あと10分以内に。集まってきた家族が。いやでもね、今のなんとなく会話でも分かると思うけど、やっぱラテンのいいとこは本当に誰とでも最初ね、1秒で友達になる。そこはいい、すごいすごい、1秒でアミーゴっていうのはマジガチ。ただ深くなるっていうのはまた話が別なんですけど、やべえな、ケーキあと10分。乾杯。犬が来た、犬。あと犬が多いのがいい。俺犬マジで昨日もずっと犬と遊んでたんですけど、犬が気にして店がほとんどない、ほぼないんですよ。だからファミレスとか、昨日もバーの中にずっと犬が3匹ぐらいいたんですけど、どの店に行っても犬がいる。最高じゃないですか、犬好きには。それ最高、それマジでいい。犬好きはメキシコ来た方がいいと思う。ちょっとケーキをせかします。ケーキす、ディスクーパー、ディスクーパー、あーパス、なんだっけ、はい、ポステパステパステポルモメントのテンゴエニTengo cheesecake. Cheesecake, por cheesecake favor. Ahora. De limón. Y le ponemos fresitas encima. Le ponemos fresas encima. ¿Sí? Okay. Ahorita se lo traigo. Ahí. Gracias. ないなら早く言ってくれよ。いちごケーキないって言われて。だからレモンケーキに、チーズケーキ。そうですか。これがラテンです。今皆さん見ましたね、ザ・ラテンな感じを。これがラテンです。
野犬も多いですか。野犬ね、タイほどいない、全然いない。いや、山の方行けばいますよ、田舎ね。都内にはいないです、ゼロ。俺、あ、そうだな、1、2匹しか見たことないです。今1年4ヶ月いて、ただちょっと郊外行くといますよ。だからバンコクみたいにいっぱいいないです。トミさん、ありがとうございます。あと8分、あと7分で42になります。もともとなかった。なんか今日はないって言われたっすね。今はないって言われました。だけどチーズケーキならあるよって。それですね、言ってくれないと分かんないです。ずっと来なかった。俺が今せかさなかったら1位、もう多分店出るまでケーキが来なかったと思う。サマーズ、グラシアス、ムチョグラシアスで、サルーサルーボヘミアン。最近 YouTube ライブやってるとラテンの人が来てくれるんですよ。ブエノスディアス。俺の YouTube チャンネルもね、多分ね300人以上はメキシコ人が登録してくれてます。でしょ、グラシアス。あと5分にはケーキが来るでしょうか。来なかったら42歳やばい、不吉だ。来ない可能性大だからね。ちなみに来ない可能性の方が高いです。チーズケーキにイチゴ乗っけるだけなんだけどな。しかも客も3、4組しかいないしな、まだ。言いに来いよ。え、メキシコ、チワワ。メキシコはね、めちゃめちゃ豊富、めちゃめちゃ豊富。チワワもいるけど、チワワってチワワ州っていう州があるんですよ、メキシコに。そこから来てるんじゃないですか。チワワ州っていう 州があるんですよ。めちゃめちゃ豊富。昨日はそんなにもみんなバラバラ、犬種がやばいな。ケーキマジで来ねえな、せかさないと来ない。やばいやばい、あと3分4分。This group, could you tell him the cake, please? You didn't get it yet? What? Cheesecake? Pide un cheesecake. Ah, déjame checar. A ver si ya viene, por favor. Como que lo pide un poquito urgente. Él va a ver si había, que hay un pastel. Ajá. There are still chicken. やばい、絶対来ない。間に合わない。一応2、30分前にお出したんだけど、間に合わないね。これがラテンですよ。This is Latin。 メクさん、もうタイには帰ってこないの？まあ、旅行には行くでしょうけどね。なんかいろんな、もう昨日もね、で本当すごいんですよ。毎日のようにタイ人から連絡がありますけど。さっきもジャックさん来てくれたしね。きっとまうな。コミアクラップ。ティータイな。
ロソ食うなか、ロソ食うなか。絶対間に合う、あと2分絶対来ない。何にも用意しないもん、ケーキの。すいません、ケーキなしで誕生日を迎えます。ある意味鍛えられるよ、精神が。だから精神を鍛えたい人は中南米ラテンへお越しください。ビリアルケーキ来ないの巻のラップで、イエー、ワンツーワンツー、ウノドーストレス、イエー、ストレス、こんなことでウノドーストレス、ストレス感じてるじゃダメ、なぜならここはラテンカントリーインメヒコ、ケーキが全然来ない、イエー、だけどそんなことはそんなことで怒らない、イエー、なぜなら俺は、もう42歳大人になった、だからちっちゃい子では怒らない、イエー、こんな感じでニートと今日、yeah、きっと今日もいい日になる。42歳の初日、タイは合法か、yeah、行こうぜみんなでゴーゴーバー、yeah、タイは合法化しましたよ。タイは路上でタイマ買います。だけど路上で売ってるタイマは全然タイマじゃないにゃ、あんなのはシットだって言ってたマスター K。 タイで草を買うのはマスター K ブランド。マスター K を知らない人は俺が紹介するんで、いつでもタイに行く人はご連絡ください。はい、なりました。42歳ありがとうございます。ケーキ来ないですけどビールで乾杯、ありがとうございます。こんなことで怒っちゃダメですよ、皆さん大人になりましょう。マジで一生来ねえよケーキ。ありがとうございます。ラテンはタイより、何これ、何て書いてあるの、レイジー、来た来た、やっと来た。1分2分遅れて、1分か、1分遅れてケーキ誕生と登場、ありがとうございます。来ました、自らケーキでお祝いスタイル。チーズケーキに無理やりイチゴを乗っけてみました。これサムネにしよう、後でサムネ。ろうそくはもういいよね、ろうそく頼んだらまたね20分30分かかっちゃうから、これ俺のサムネ、今日のサムネ。いただきます。うまそう、凍ってる。いただきます。うん、なんかレモンフレーバー、うまい、うまい、うまいよ、うまい、ありがとうございます。うめえ、ケーキ普通にうまい、ここ。ろうそくで2、30分はさすがに草。ルッポ以外でタイ、タイで日本のカラオケできる普通のバーはね多分40個ぐらいあります。あ、てか普通のバー、あの女の子がいるとこじゃなくて、それでも、でも基本的にはバーは、バーっていうか日本のカラオケがあるようなバーは女の子がいるんで、
普通のバーってなるとウッドボールぐらいじゃない。普通のバーってうちもスナックっぽかったけど、あとどこだろうな。アウタールームも合うでしょ。アウタールームでしょ。あとは女の子のいるバーになっちゃうけど、あのアウタールームの奥にヤングプレイスっていうのがあって、その中に今15軒ぐらい店があって、そこは全部カラオケやります。ないとこもある。カラオケ嫌いな人もいるからね。でもヤングプレイスの中にも多分10軒以上はカラオケ、10軒ぐらいはカラオケ歌えるバーが入ってます。今みんな谷屋城とか、みんなじゃないけどヤングプレイスに移って働いてるんで、ナッティが最近オープンしたんですけど、カラオケあるか聞いてないんで聞いておきます。だからいわゆる普通のバーでカラオケっていうのはアウターだけじゃないですか。アウタールーム、ウッドボール、あとどっかあるかな、カラオケバー。やっぱカラオケある派とない派があるんで、やっぱカラオケ嫌い人もさっきも言ったけど多いんで、そうだな。あと M ちゃん、僕のスタッフの M ちゃんがパッポン2で、カラオケバーやってますね。あ、ぜひそこ行ってあげてください。メイクの紹介できたって言ってあげてください。 M ちゃんも、ね、結構しょっちゅうテレビ電話くれるんですよ。タイ人は日本人よりね、やっぱりね、なんだろう、優しいっていうか、なんかあんまり余計なこと考えずにみんな連絡くれる。タイ人いまだに連絡くれますよ、 M ちゃん。ナットとかもそうだし、B もこの前くれたし、タイ人のがね結構連絡くれるんですよ。あ、マー君ありがとう。マー君のバーはカラオケ入れないの？マークっていうの俺の後輩なんですけど、今バーあのカフェを作ってて、シーロームソイ6で、皆さんオープンしたら行ってあげてください。マークのカフェはカラオケ入れるか入れないか教えてください。あ、42歳ありがとうございます。厄払いはあしました。あのこの前日本で、この前っつうか2021の1月か2月にした気がします。あそこ行ったんで、あそこなんだっけ、関東最大のパワースポット、いや薬峰なんだっけ、なんとか神社、峰島なんだっけ、峰島社長じゃねえよ、なんだ、なんとか神社、秩父ら辺にある埼玉のとこかな。そこでね、かなり強烈な、だからこんな楽しくメキシコで生活できてます。ありがとうございます。お、トビさん来た、5000円ありがとうございます。朝食でトビさんありがとうございます。日本ちょっとあの一時局した時はまた焼肉行きましょう。チェアス。焼肉とタイバブ行きましょう。チェアス。トビさんいつもありがとうございます。ナイスパー。 M ちゃんの店行ったんですね。これサマートさんってちょっと、あ、そっか、え、サマートさんって、なるほどね。 M ちゃんじゃあまた行ってあげてください。ありがとうございます。ありがとうございます。サマトさん、たまにコウジさん、ありがとうございます。いえいえいえ、他にもねあるはずです。全然ナッティの店がちょっとカラオケ入れるからなんか聞いておきます。ナッティって知ってます？トンローのミクっていうこのバーで働いてこの独立したんですけど、またトンローでやると、トンローの奥、あ、トンローじゃないか、どこだっつったっけな。
バー君カラオケ入れるって。じゃあたまに浩二さん、あのシーロムソイログにカラオケがあるカフェがもうすぐできるのでオープンしたら行ってあげてください。三峯神社、そう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 、三峯神社、神社のね中で一泊しました。この前、この前っていうかメキシコ来る前、すごいですね。あそこもなんていうんだろう、あの静かな世界、神社だから当たり前か、遮断できるっていうか外部と。ネットもつなが下手したら繋がってなかったんじゃない。でその神社の中でご飯食べるんだけど、夜その宿泊客の畳のめっちゃ広いとこで、もう誰も音楽もなんか流れてないし、もちろん無音。すごい、あの静けさ、喋る時も超ここで喋るみたいな。あれ日本人だね。あれやっぱり日本にいる機会が俺あんまないんで、あれいい経験でしたね。三峯神社で一泊おすすめ。あの俺の YouTube にもあります、ぜひチェックしてください。で帰りにね、わらじカツを食べて帰るっていう、でっかいカツ丼があるんですよ。ソースカツ丼、名物、三峯神社名物のね。家庭菜園とお料理レシピさん、ありがとう。長カオリーヌ、ありがとう。言っちゃったな、お前。ありがとう。42歳で、42歳一人でケーキ食ってます。ちょっとね、メキシコにいる間はメキシコもちょっとね、いいところを散々、まあなんかちょっとディスったようなこと言いますけど、でもね、タイの時もそうだけど、どこにいてもそうなんだけど、まあいいとこも悪いとこも俺はお伝えしていきたいなみたいな。メキシコはいいところもすごい多いんで、今度釣りに行ってきますんで、 YouTube でそれもよろしくお願いします。あとラジオ局ね、来月ラジオ局行ってくるんで、新曲のプロモーションで。すずみん来た。すずみん元気、ありがとう。むちゃくちゃです。ジャグジーに入ったらチンコ立ちそうっていうツイートにいいね、ありがとう。スミも体に気をつけて。メキシコで土地買ったんでしょ、買うのか買ったのか、まあなんかね、いいと思うよ。素晴らしいアイデア、素晴らしい、行動だと思います。行動力、さすが。またメキシコでタイミングがあったら遊びましょう。またこのさ、アカウントネームがいいよね。ハイヨネコよりも猫どういう意味。お店の人のユニフォームかわいい。なんかね、クラシックなメキシコって感じだよね。ザ・メヒコ。これね。
la nube. Pórtate bien. ¿Qué pasó? まだ遊び行くね。はいよって感じ。意味わかんない。スズミンっていう意味はね、スパチャいただいてありがとうございます。スパチャくれたこと、グアナフォート旅行行ってきたんですけど、めちゃめちゃ楽しかった。まあそうだな、そのさっきどこ行ったらいいですかっていう質問をくれた方、グアナファ島ね、いいですよ。バスで4時間ぐらい、4時間ちょい、まあ、200ぐらい、まあちっちゃい町なんで2泊で10、1泊だとちょっと世話しない感じがすると思うんで、200ぐらい行くといいと思います。コロンビアに行く前に。ただメキシコをちゃんと本格的に楽しもうと思ったら1ヶ月じゃ足んないよね。ガチでメキシコ深掘り、メキシコ広いから。ただ俺がちょっとメキシコ市にいすぎるっていうのもあるけど、バスも快適だったね。ゲームできるもんね。結構こっちの長距離バスね、快適なんですよ。あれもついてるしね、充電も USB も。あのゲーム、ゲームか、ゲームどういうやつだっけ。あ、コントローラーついてたっけ。あ、違うか、画面タッチするやつか。メキシコ国内のバス旅行もおすすめです。どこ行っても面白いと思う、やっぱりね。特に初めてならどこ行っても面白いです、メキシコ。どこ行ってもメキシコ人優しいし。1ヶ月足りなかったの。そうだよね。で、昨日集めた名古屋の5歳も3週間いたんですけど、やっぱ足んない、まだ全然足んないって言ってましたもんね。いや、文化が違いすぎるからね、時間かかりますよ、やっぱ攻略するのには。コントローラーついてない、画面タッチね。音楽隊のやつね、あれね、面白い。あのグアナファト名物ね、1時間ちょいかなかけて音楽隊と一緒にグアナファト市内を練り歩くツアーがあるんですよ。あれ面白いです、おすすめ。あとグアナファトはなんかあれもバーとかもあるしね、 DJ バーみたいなのもあるしね。あと若い学生、大学があるのかな、なんかちょっと学生街だよね。日本人の留学生とかいたもんね。そうだから活気がある、若い人が多い、いいと思います。今何時だ、今17分。じゃあと20分やりましょう。あと20分、日本時間の12時、12時40分までやります。そして俺は今日も散歩してきます。今日はね、カレーを食べます、夜。
メキシコ時間の。メキシコまだ俺こっち、ま、メキシコだと俺まだ41歳です。メキシコだとまだ41歳です。日本だと42歳です。あと13時間俺は41歳です。こっちだと。13時間あれ計算おかしい。合ってる。そうだね、そう13時間そ今夜はカレーを食べながら、メキシコはメキシコで、メキシコはメキシコで42歳になります。13時間後あ、違うか、11時間後だ。ごめん、11時間後。あれ違うわ。すげえこんがらがる。日本とここは14時間時差があるから、13時間後だ、やっぱり。13時間半後。なんか特訓した気分。散歩、そう。俺散歩趣味だからさ。子供たちが不思議そうな顔してここ僕を見てました。だからメキシコシティの都内は相当俺詳しいですよ、もうすでに。その辺のメキシコ人全然詳しいんで。メキシコシティ都内の情報だったら僕はいろいろお答えできると思います。かわいいね、メキシコ人の子供はかわいい。メキシコは犬と子供がかわいいです。乾杯。今日本は日曜の夜中っすよね。でも寝てる人もう寝てますね、大体の人は。落ちたら死にそうな墓、あは橋ね、メキシコシティです。メキシコシティ、もしかしたらギリギリ埼玉ぐらいかもしれないです。ちょっと出たかもしれない。まあ端っこ、メキシコシティの端っこですね。あそこは都心から車で40分ぐらい。42歳になっての抱負はね、抱負はお金を稼ぐ。稼ぐ。あと新曲をメキシコで売る。メキシコでもうちょい名前を売る。以上。あとはやっぱお金を稼ぐっていうのは、そうだね、長期的にお金を稼ぐ準備をする。そしていつでも会いたい友達がいっぱいいるんで、アジアにもアメリカにも。つまんないですね、俺の抱負。なんか面白い抱負あるかな。面白くなくていいんだけど、別に抱負だから。抱負はね、あ、チャンネル登録者1万人目指します。それを分かりやすくていいでしょ。42歳のうちに今何人、8320でしょ。あと1680人。そこは一つの抱負にします。
目標にします。1年ありゃ行くっしょ、わかんないけど、ご協力ください。シェアお願いします。1人のシェアが100人につながります。100人のシェアが1万人につながります。1人の力はでかいですからね。かわいい子供。そうだな、あとはまたちゃんとしたまたというか新たなメキシコ人の彼女を作る、それもいいでしょ。そうそうそう、そういえば今日メキシコ人の女の子をね紹介してもらうんですよ、誕生日、その華麗の会で。20何歳だっけな、忘れたけど20代の子。今日会うんですけど、またご報告します。 YouTube にね、 YouTube、Twitter でもあんまりね、プライベートなことはあんまり晒しすぎるのも良くないですよね。何でもかんでも晒せる範囲で、サラコナーで。結婚はまだ考えてないですか？結婚は僕しましたよ。結婚したし、子供も7人ぐらいいますよ。世界いろんな国に会ったことないですけど。まあ改めてもう一回結婚はしたいと思ってます。ちょっといろいろ落ち着いたら、子供もちゃんとした、ちゃんと俺が育てる用の子供も欲しいし、もちろん。なんかついてる、いちご。メキシコ人 YouTube、 あ、みんな TikTok が多いです。 TikTok YouTube よりも TikTok です。銃声かもしれない、もう銃声もちょいちょい鳴るんで、しょうがない、ラテンだから。もう銃声ぐらいじゃ見えなくなりますよ、メキシコ住んでたら。銃声ごときで、犬めっちゃ可愛い。でかい犬来た、でかい犬。犬が多いんですよ。草食べてるから。そしてその先にはチャリが。うんこすごい、うんこ取る機械。あんなのあんだ。メキシコもツイッターは盛んですか？体重は日本人ほど。そうですね、
盛んじゃないです。全然。あれですね。日本人ツイッター大好きですもんね。いなくはないけど、やっぱり、なんだろうな。もしかしたらそこまで情報に飢えてないかも、飢えてないのかもしれない。やっぱ、まあ、なんだろう、教養のある人ほどツイッターはやりますね。教養のないって言い方は、なんだろう、差別的なのかしんないけど、ない人ほどツイッターやらないですよね。やっても大したことつぶやかないというか、まあ、日本もそうじゃないですか。日本は教養もない人もやってるか。あんまりそういう SNS に依存してる人が少ない。Facebook がまだ主流。あと、まあ、TikTok。一番主流は TikTok ですね。なんかその最新情報を取り入れなきゃいけないっていう意識よりも、くだらない楽しい動画をシェアしたいっていう方が気持ちは強いと思います。一般人はメキシコの、その上の方の人たちはちゃんと情報、世の中は情報が全て、情報の価値を知ってるから、いや本当にやっぱりそのなんだろう、知識が少ない人が多いです。知識が少ない人ほど知識を求めないんで、ツイッターって情報じゃないですか。まあもちろん嘘ばっかなんですけど、その中にちゃんとした情報があるじゃないですか。それをより分ける能力がある人はツイッターをやるべきなんですけど、より分けるどころか、その情報の重要さを知ってる人が少ないですね。だから楽しくシェアできる、楽しくその瞬間だけを楽しむ TikTok が人気です。何の身にもならない TikTok が人気です。だからそれが今世界の現状なんでね。それはもうだから僕も TikTok 全然サボってるけど、アカウントありますし、もっとやるべきだなと思ってます。平和で何より。そうなんですよ、日本人は匿名が好きだからツイッターにハマるんですかね。まあ今後ちょっと匿名の人はやる、あれができてね、侮辱罪ができたからやりづらくなってくると思いますけどね。メキシコではウポーみたいな、あれ、そう、さっき聞きましたよね。なんかさっきと同じ質問がもう一回来ましたね。さっき言った通りです。あ、なあ、メキシコか、ごめんなさい、メキシコね。メキシコはね、ない。だから俺やろうとしてたんですよ。やろうと思って今でもちょっと考えてますけど、ただ夜ね、朝までできないんですよ。そこはネックなんですよね。やるなら朝までやりたいじゃないですか。ラテンの国は夜や、もう警察とかマフィアとかに賄賂とか、賄賂って言い方は良くないですけど、いろいろ特別な、ったら2時が限界じゃないですか。週末は3時までやっていいよとか、多分4時までやっていいよとか、ワンチャンあるかもしれないですけど、そしてやったとしてもちょっと襲われる可能性がある。すぐ襲われるんで、すぐ強盗来るんで、気軽に皆さん強盗するんで、カジュアル強盗、カジュアルロバリーが多いんで、
今日はあの店を強奪みたいな人がいっぱいいるんで、日替わり強奪が、日替わり窃盗団がいっぱいいるんで、だから俺もなんかバーなんか行ったらもうすぐ襲われるでしょうね。襲われる前提でやるみたいな、やるとしたらそんなのやりたいですか。セキュリティに金かかりますね。気を使わなきゃいけない。だからないんでしょうね。あとあったとしても機材がすげえ古い。韓国人経営のカラオケボックスがあるんですけど、機材がね、90年代前半。本当に曲数がめっちゃ少ない。もしちゃんとやって、ちゃんとセキュリティもして、でちゃんと警察ともちゃんとやればできるんでしょうけど、そのちゃんとやるのがアジアよりも面倒くさい、金もかかるって感じ。ミスターブックオフ、ありがとう。500円ありがとう。ありがとうございます。ミスターブックオフも誕生日教えてくれたらお祝いするよ。ありがとう、いつもありがとう。俺ら42だよ。あ、同級生だよね。ありがとうね。あんまない。あるけど、やっぱ10分の1。メキシコシティで多分4000人もいないと思う、日本人。メキシコシティバンコクは何人、6万人、タイ全土で8万人でしょ今。圧倒的に少ないですよ、それは。だからいいの、だからいいの。メキシコのいいところ、メキシコの好きなところ、日本人が少ないいいよね。日本人はちょっと多すぎると、そうするとやっぱり高級、その分お金を取んなきゃいけないね。やるならメキシコ人を相手にしたいんで、そのバランス難しいですよね、値段設定が。まあでも鍵付きにしたら安全は安全ですよね。安全第一ですからね。それもいいかもしれないですね。ただなんだろうな、やっぱタイみたいにね、中級層が来てくれるといいんだけど、鍵付きの会員しないと中級層は来れないでしょ。お金持ちしか来れないでしょ。それはそれでいいんだろうけど、まあ、そうするしかないんだろうね、実際やるとしたら。安全にやるとしたら、この国で。俺はもっと庶民的なことをやりたいんだけど。だからね、ありますよ。やっぱそういうバーはあるっすよ、こっちの人、現地人用にね。ただ日本のカラオケはないけどね。だからすごい金持ち大和、もうすごいラクス二極化が。だってタイは中流層があるじゃん今。中流層があればいいんだけどなって思うけど、ないんですよこの国は。ラテンは二極。隣のご家族すげえ裕福そうな感じがします。
別世界。その辺の歩いてる人たちとこっちの人たちは別世界。40分になりますね。皆さん明日も仕事でしょうからそろそろ寝る。僕も1時間仮眠して散歩行ってきます。そして夜はカレーパーティーします。あとやっぱ僕が店やった方がね、視聴者の人もメキシコに来るきっかけにはなりますよね。タイの時みたいに、タイの時ほどもちろんそんなあんないっぱい毎日毎日日本から来るってことはもちろんありえないってことは重々分かってるんですけども、今俺がニットしてるよりは大義名分になりますよね。メキシコに来る店が、友達が店やってるからっていうことで、それは分かってはいるんですけども、なかなかその難しいことが多いんで踏み出せずにまだいます。そんな感じで皆さん今日はありがとうございます。またねちょっとお知らせするんで皆さんオフ会しましょう。オフ会、トビさんも体験に行きましょう。河合さん、健太郎さんも名古屋で、俺最近名古屋好きなんで、名古屋好きっていうか、この前初めて、あれ初めてだな、そう、この前記憶した初めて名古屋行って、名古屋の魅力を知ったんで、タイきっかけだね、やっぱり。タイに名古屋人めっちゃ多いじゃん、東海地方。そこでやっぱりつながった人たちが、健太郎さんもそうだけど、名古屋を好きになるきっかけになったんで、やっぱりね、良かったです、タイって。だから名古屋には会いたい人が本当にいっぱいいるんですよ。昨日の夫婦もそうだし、矢野真嗣さんもそうだし、大森慎さんもそうだし、バルーンプアのね、まさみちゃんもそうだし、いっぱいいるんですわ、名古屋には行く用事が。ということで、メキシコ来る際は行く際は僕ご連絡しますんで、今日は皆さんお付き合いいただきまして本当にグラシアス。これ飲み干して終わりましょう。42歳も頑張ってなるべく死なないように生き残ろうと思います。キノコのように生き残ろう。ありがとうございました。トビさんありがとう、ミスターブックオフありがとう、スズミありがとう、アーさんありがとう。まだいきなりライブします。皆さん良い1週間を明日からお過ごしください。失礼します。バイバイ。アスタレゴー。